いや、汚染されてきてるな、またな。ちょっと伸ばしたいとこだね、この下を。またね。ってやるって言ってたじゃん、俺。やってこうぜ。で、その横に進んでいきたいので、全然植えてねえ。もうご飯はそんないらねえしな。こういうのはしまってくんないね。で、まあまあ置けるやつまた見るか。家具。すり鉢。あ、つくね。こんな感じ。あとは彫像用ブロック、彫刻できる人いる？彫刻ってスキルある？彫刻芸術スキルみたいな右があんのか。あ、すげえのあんな。俺ロケット系がスキル投げんだ。これもやんないと、ロケット掃除、まあそうだよね。覚えないと。なんかその式のゲージがえれえことになってんな。ここの。やべえやべえやべえ。まあいいか。あのゲージの意味がまだよくわかってないからね。彫刻は誰でもやれるのかな？置いてみるか。あ、ここで食ってんね。これ一応その、食卓なんだけど、なんか箱に入ったかのようになってるね。夜になったんだよね、これ。一気にみんなトイレ行く。いやー、なんか数全然2個でも足んねえのかもな、トイレな。だからトイレを置くのがこことかだったら、横に増やしていけたんだよ。捨てる場所と、トイレを置く位置を別の高さにしないとダメだったってことだ。だよな。あとあれだよ、俺のお得意の増設の四ちやり戦法で考えると、逆側にすれば水を汲んで送って、汚染水をこっちに返して捨てるみたいな形になってれば、右側にトイレを増設し放題だったんだよな。っていうことを考えていかないと多分ダメなんだ。じゃあ彫刻してみようか。ここ。あと何かあった？こんなもんか。ランプもあるとなんか気分いいよね、明るいと。ここに置こう。これも向き変わんのか？変わんねえか。変わんないね。で、家具は終わった。次、漂白石があるとこの消毒剤が作れる。あと、医務室。医務室、でっか。ここ？調剤は置いてある。マッサージと、医療ベッドも置いてある。医務室。はい、置いてみよう。何するの？医務室が、まあ、看護ですね。医療ベッド？これ隣り合わせの方がいいんじゃねえのっていう気がするんだけど。そんな感じするよね。これと、医務室置いて、で、これは外そう。で、いいか。医務室、医療ベッド、岩でできちゃう。すげえな。で、種か。茨しかない。これはただ見た目がいいだけだよね。サボテンっぽいね。マーズリーフ、除夜の種子、胞子蘭、まあ茨ですね。あ、これで決定か。あ、うん、上やんない？あれ、なんでだ？茨、植えらんないぞ。なんだろう。期待酸素ある。なんだ、ウエールが押せないね。プランターか濃厚タイルかなんとかタイル。あ、これダメなんだ。ダメなのに出てる。なぜだ。植えられる種がねえんだ。そっか。大量のゾンビ胞子卵。うわ、怖っ。そうなんだ。ダメみたいだね、これ。こういうサボテンみたいなのがなんか安定っぽいかな。じゃあ取るか。残念。ずっとこのアイコン出てんの嫌だもんね。あ、電気か。そりゃそうか。電気入れようぜ。で、これ誰かを指定すれば、やってくれるのかな。芸術基礎スキル不足。芸術基礎スキル。あった、芸術って。芸術をこれか。誰も持ってない。芸術の、もともとも、想像だ。想像がある人が、エリーさんだ。でも、スキル取ってないとそもそもダメなのか。エイブを持ってる。ミーマさんも持ってる。どうしましょうね、これね。帽子？今更気づいたけど、帽子ってなんだ？これ変わったこれで。変わるんだ、これ。医師の人。あなた医師だから、いいんじゃない？絆創膏のやつだね。濃厚。これ何でこの帽子が選べるようになったんだろうね。まあいいか。トラバルトどこ？帽子を自慢するといいよ。トラバルトいね。トラバルト。これじゃない、なんだっけ。健康状態？トラバルト。いた。帽子かぶってる。なんか水が減ってきた気がするんだが、ここ。まだ吸い取ってるか。そっち進んでって、鉄と、消臭石？じゃあ、漂白石か。毎回間違えんな。を取ろうって話なんで、どんどん進んでいこう。またこれ、しまってくんなくなったね。いっぱいになってないよね。卵と種子以外は全部入れるってなってっから、そのうち運んでくれると思うんだけどね。この辺のやつ。で、これができた。病院街の医療、病院街。やっぱこれも囲わなきゃダメって話か？パック入りの薬がない。これか。バームリリーと輪鉱石。輪鉱石は、どっかにあったよね。これだ。バームリリー。やっぱ塩素っていうのが、消毒するイメージだから、漂白もそうだよね。普通にご家庭用の漂白剤って塩素だもんね。だからここにたどり着くと、その病気を治す系が一式手に入るわけだ。頑張って向かおう。ただこの病院街の医療設備っていうのがちょっと、やっぱ部屋にしなきゃダメ？肥料。終わんねえな。原料待ち。原料待ち。解体していいのかな？終わったっぽい。してます。カット。違う。解体。あとはなんだ？こういう感じの部屋を作れってことなのかな。種が残ってる。じゃあなんか本当にそういう部屋作るか、ちゃんと。ここ。でもベッドがこれ以上増える可能性もあるんだよね。基本やっぱ4マスにするか。空きは4マスで。じゃあ上をまたやっとこう。ここを医務室にする。食い物足りてる。いやでも人増えたしな。植えとくか。やっとこう。見ると。見ると。連続でやりたいけどな。なんかねえかな。まとめて。シフトドラッグとか。あ、できないわ。なんかねえかな。設定なんかねえかな。ゲームコントロール。まとめて選択。まとめて選択。まとめて計画ってなんだ？あ、あれか。その設置物を選ぶやつか。ねえか、さすがに。まとめて選択。ないっぽい。よし。諦めよう。一個ずつ。見ると選択し直しなのかな。まあここは最悪光がなくても OK なわけだ。逆さまに生えんのかな。逆さの濃厚タイルに置けばミルートって。まあいいか、そんな実験をする必要もねえだろうよ。で進んでって輪鉱石を取ろうぜ。先に上取っちゃうとちょっと嫌か。また水没しちゃうので。でそこもやっていこう。じわじわと進んでいく。でもこれ結局またここってあれだよね。じゃあこっちから言った方が地形じゃねえかよっていうね。鉄鉱石か。生成金属、さっきの自動化のそれが鉄鉱石かもしれないけど、どうやって生成するんだ？違うな。液体、気体。もっと上の方か？固体素材。この辺かな？いや、なんかでも、コンベアとか出てきた。精錬装置、これだ。鉱石から精錬金属を生産します。大量の熱と液体を排出。おー、怖えな。熱と液体を大量に排出。高温炭造。おー、いっぱいあんな、マジで。こんだけあるから意外と研究が早いんだね。ずっとなんか研究を思ったより早いなと思ってたから。処方が終わった。分けてやってんのかな、やっぱ。エリーさんしかやってない研究って。ミーマか。ミーマさんしかやってないのか。これ2人必要になってくんね。じゃあ。診察。リアムが一応あるから、トラバルトだけに任せるんじゃなくて、研究もやってもらおう。こんな感じがいいのかな。はしごねえんだ。それはちょっと嫌でしょ。そういえばなんか滑り棒ってあったよね。救急隊員じゃなくて消防士さんの滑り降りるやつ。だから横を開けとくといいのかもしれないね、はしごのね。いつそれって覚えられるんだろうな。食料、電力、コロニー開発？違うな。滑り降りるやつ。どこだろうな。機体。装飾なの？モニュメント上部。偉大なモニュメント。中央。体だ。基礎。銅像を建てましょうみたいな。そんな話か。日光ランプすげえんだ。日光レベルの光量だって。環境干渉。ああ、こういう、なんか、ビーチっていうものがあるんだっていう記憶はあるのかな、これ。複製人間って言われてるけど、そのね、知識というか、そういうのが今残ってるのかどうかっていうね。さっきの棒はどこだ？棒。これか。固形素材だ。まあ、すぐ覚えられるっちゃ覚えられたのか。はい。OK です。そこまたやば。うん？酸素？あ、オキシライトがあるのか。そうかそうか。酸素足りてねえ。これ、またなんかあれですか。換気でなんかやんないとダメ？でまあ、医療はとりあえず良くて、生成も良くて、換気っつってもなんか扇風機みたいのを使って酸素をこう循環とかっていうものじゃないよね。ポンプ気体を吸い上げ、気体用パイプに移送します。おー、パイプ送風口から排気口へ気体を移送します。わかんねえ。なんだそもそも送風口ってなんだ。送風口配管、違うな、換気、通風口と送風口、あ、それか、気体用パイプを通してって書いてあるから、ここで言ってる送風口ってこの通風口のことか。送風口から排気口へ。排気口ってどこよ。排気口ってどれよ。あんのかなまた。いやー、気体の気体をパイプ、わかんねえなこれ。そうかそうか、使ってみるしかねえな。断熱型だって。あー、温度変化を最小ってことはあったかいの通すと冷えちゃったりするのかね。どうすんだ。通風口って何？今出てたね、あの矢印が。設備の入力、ここが出口か。通風口出口か。これからどっか、うん？酸素が溜まってるところからこういうとこに置いて、これダメなんだ。あ、こういうのがあるからか。とりあえずそろそろ行けそう、そこに。で、酸素あるから、快適なんだ、これで。逆にここに置いて二酸化炭素を上に持っていけば混ざんのかな。気体バルブ。まあ、バルブは同じだよね、さっきのあの、液体のやつと多分。これと同じだと思われる。何に使うんだろうな。機体の方は換気。空中に置けちゃう。機体を吸い上げ。どこでも置けちゃうね、これ。そういうやつなんだ。壁掛け式というかね。取れた。気体が必要です。電気が必要。電力って書いてあるね。コンセントどこにつけるんだろうな。気体の供給、オーバーヒート、温度、装飾-10。設置された場所の空気を吸気口から吸い込み、他の設備の出力に移送します。で、パイプを通って通風口に出せるというやつか。ちょっと使い道が今んとこわかんないけど、毒ガスをどっかに溜め込むとかもできんのかな。でも気圧だからさ、なんかまた最大気圧になってこうね、破裂しそうというか。これで回収行ってくれるのかな。あ、なんか汚染があるぞ。ん？あ、ヘドロが。おー、これちょっと待って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 。腐敗病になる？まずくね、これ。ちょっと待って、行かない方がいい。これ、やべえな、ちょっと。多分回収に行っちゃうよね、下手すると。右に進んでいこう。そうきたか。あんなとこにもヘドロがあんのか。これちゃんと見とかないとさ、ポツンとヘドロがいるわ。ポツンとヘドロいるわ。危ねえ、ちょっと大丈夫それ。ヘドロいる。これをなんとかする術が今俺ないので、それ取り行こう。消毒じゃ、なんだっけこれこれ。バームリリーとリン鉱石がないとやばいので、それ取り行こう。いくぞ。塩素来ちゃったらどうなるんだろう。これも塩素か。塩素は、病原菌を殺菌できる天然の元素です。気体状態だって。ちょっと待って。よく読んでから開けよう。開けるっていうか、見よう。呼吸可能、不可能な気体。気体状態にある。これを固形化するのってどうするんだろうね。いやー、わかんねえな。気体状態。なんだこれ。いろいろ出てきたな。アルミ。ん？アルミの気体ってことは、やっぱり固形化することもできるんだ。そうなんだ。塩素の気体。汚染酸素。どっかにその気体を固形化する研究ってのがあるんだろうな。気体。固形の方？逆に。いや、多分ここら辺だろうな。分子合成器。ソーダファウンテン。炭酸水はみんな大好きだろうよ。水と二酸化炭素から作れる。オキシライト。おお。金と酸素からオキシライトだって。オキシライトって酸素出してる、あれだよね。オキシライト。そうなんだ。金で酸素出せるんだ。すげえな。俺どこ見てたっけ、今。オキシライト、ソーダファウンテン。なんだ？幅が広い？温度センサー。気体を固形にするもの。いや、ここじゃねえか。この辺はなんか機体の操作しかやってないもんね。ボンベ、充填所。ほう。ボンベってのがある。なんかそういうマスクがあるのかな。ガスマスク的なのがあれば、ヘドロを避けられないよな。ヘドロは多分触れただけでアウトだわ。で、固形化するやつ。固形素材？こっちか？精錬。高温炭造。固形輸送だもんな。酸素じゃなくて、その気体を固めるやつ。電力違う。食料でもねえし。ちょっとわかんねえな。もっとすごいやつなのかな。ロケット工学って要は酸素を固形化したいもんね。そういうのが出てくるかもな。蒸気エンジン、貨物ベイ、燃料スラスター、液体燃料、酸化剤タンク、有機体、貨物ベイ、水素エンジン、液体酸素タンク。だよね、酸素を液体に変えたりとかっていうのをやりたいわけだから。うおー、やばそうな感じ。ここら辺はあれかな、ロケット飛ばす目的ではいらないやつかな。ちょっとわかんないけど。まあ、そのうち出てくるかもしれない塩素。だから今開けちゃおう、ここは。ちょっと混ざっても大丈夫だろう。開けるぞ。だがヘドロは勘弁な。さあ、塩素が混じって、どうなるのか。さあ、来るか、塩素。うん、減ってった。混ざったね、やっぱね。で、研究来た。農業。農業は、冷蔵庫だ。あと、公園の標識だ。なんだそれっていう。公園の標識って何？エリアを公園または自然保護区として分類します。農業端末。肥料が作れる？植物の成長率を上昇させる微量栄養素。はい。家具が、これか。自然保護区。はい。あと、生成が、肥料合成器。ん？これとこれ違うの？農業端末と、肥料合成。あ、で、これあれか。汚染水を、多分、肥料に変えるんだよ。設備の入力だから、肥料、これを処理できるかもしれない。どうすんだろうな。とりあえず置いてみる？生成、肥料、ここ。ポンプで吸い取ってか。あ、ちょっと待って。電線がそうだからパイプもそうだと思うんだけど、タイル貫通だよね、多分。あ、そうだ。そっかそっか。いや、よかったんだ。なんか。あ、こんなことしなくてよかったじゃん、これ。そっかそっか。近いもんね、排水口こうなっちゃうから、排水口自体この多分タイルの下が良かったんだな。いや。だからポンプここら辺に置いて、いや、直で入れていいの？もしかして。ここから伸ばしちゃって、入れればいいのかな、これ。電気いるのか。肥料合成は、ポルテッドウォーターが多分汚染水だと思うんだけど、それを肥料に変えますっつってる。入力。汚染土を、ん？土いるの？汚染土だな。内容なしになってる。液体の入力元なし。汚染水って書いてあるね。入れればいいのかな？ちょっとやってみようか。まず電気か。電気がここで、これ伸ばしてやってみっか。配管が、こう入れる。いいんだよね。電線とパイプ。そっか、テラリウムあるからずっとこのポンプ、ボトル開けが必要なのか。ヘドロがいる。ここ開けちゃっていいのかな？ちょっと行ってみるか。リンと、あ、もうちょっと、でもここ開けるともう来るのか。この2つが漂白石か。こんな感じで取って、で、ようやく、違うな、なんだっけ？ちょっと待って。漂白は消毒のやつだよ。これだよ。消毒剤だよ。で、これは、これ自体は銅鉱石で立つんだけど、その後の消毒、通りがかった時に消毒剤を使用します。手洗いより全然効率がいいってことなのかな。でも漂白石の使用量だよな。あんまねえからさ。漂白石なんかバームリリー、バームリリーは薬効成分がある。愛らしいバームリリー。おお、これも多分育てなきゃいけなくなるんだよな。これ上やっとくか。またじゃあ4マスバームリリーってなんだろう、何で育つんだろう。書いてある。水耕があったからこれだよね。どっちが濃厚と、これ回転して水垂れんのかね。どっちがいいんだろう。水パイプつなげられるんだ。俺こっちは水を自分で入れないといけないって話。そういうことか。肥料や水を栽培タイルに複製人間が届ける。こっちはもうパイプ使えちゃうんだ。最終的にはこっちの方が上位互換になるのか。おー、でも肥料を入れるとは書いてないような気がするんだが。じゃあちょっと水耕の方やってみる。でもパイプどこでやろう。伸ばせばいいこれ、ぐわーって。あと、あ、冷蔵庫か。冷蔵庫やろう。ここでいいか、冷蔵庫。冷蔵庫が、多分同じ、そうだね。ここに置いて、やっとかって感じだね。これなんだ？水不足、そっか。今入れた？入れたね。そういう手間が省けるから、やっぱり、いいんだな。濃厚栽培。で、水耕栽培。よし、この上、そうしよう。4マス分けでやっていきます。水耕。1,2,3,4 マス明け。こういきます。はしごか。こんな感じになります。 OK で、あと研究か。これも全然やってねえな。医務室、ここに医務室作ろうって俺ずっと言ってたよね。なかなか進まねえな。なんか出て、ちょ、なんか出たね、今ね。ヘドロあったもしかして。バブルスがなんか、なってる？バブルス。なんか、かかっちゃってる？大丈夫？色変わってんの何なんだろうね、これ。あ、でも病気、ゼロって書いてあるからいいのか。で、なんか、煙が上がってたんだけど。いいのかな？それ何？あ、漂白石がもしかして。そっか、気化してるんだ、塩素に。これって、どうすんだ？しまえば、止まる？気化するのが。うわ、やば。有機物？違うな。腐った塊。塩素、消臭、違う。これか。漂白石。うわぁ。そうなるんだね。だんだん。塩素ガスを産出する不安定化合物です。どっかに入れると止まるとかは書いてねえな。どうするといいんだろうね。ちょっと箱に早く入れてもらおう。掃除でいいのか？掃除をして、9？ これでいいのかな？ちょっと優先して掃除してくれ。どんどん目減りするってことだよね、要は。なんかやってる。なんか出てるわ。びちゃびちゃ出てるわ。あ、入れたんだね。土とかも。これで完全に肥料になるんだ。指示出さなかったけど作ってくれてるんだね。内容。肥料が今4キロできた。このボトボト出てんのが肥料か。そうかそうか。まあそれは、それとして。で、ちょっと横とかも広げていくしかねえか、また。何の音だ？なんか落としたぞ。塩素しまった？漂白石どこにしまったんだろう。なくなってる。しまってくれたっぽい。で、研究が今止まっちゃっているんだが、これも今置いてる。ちょっとそれいけねえか。やべえか。これ落ちる？大丈夫か？砂が落ちるのか。どうやるといいんだ？これがボトって落ちて、まあでも埋まるだけか。いいか。やっちゃやっちゃ。落ちる落ちる。落ちる。どこまで落ちるこれ。あ、水没してる。そうなるのか。確かにね。すごい高さの。はしごかけてるからね。こっち伸びてもよかったのか。いろいろあんな。砂乗ってる。落ちちゃうね。多分この辺が埋まる。でちょっと何やってたんだっけ。食料あるね。研究止まっちゃってて肥料を作っている。でここをなくしたいので。どうするといいんだ？あ、バルブって方向性みたいなのも決められるのかな？これ、ここにポンプを置いて、出してここにつなげちゃったとすると、このパイプにつなげたとすると、こっちじゃなくてこっちに戻っちゃうと、またダバーって出るから、こうポンプで吸って戻すだけっていう、ね、悲しみの連鎖が始まってしまうので、そうならないように、なんか。バルブ。方向性みたいなの決まらんこれで。ちょっとわかんねえか。わかんねえな。逆流弁みたいなのがあるといいのか。そういうのねえか。となると、ここ繋げたのちょっとミスだったな。まあいいか。いやー、よくねえな。これまたべちゃってなるぞ。あ、今これ通れば大丈夫？今来てないから、今外せば大丈夫か。とか言って、ちょうどさ、誰かが用を足した時にさ、外したりすると、ちょっと、またえれえことになるけど。あ、しかもこれあれか。来た汚染水がどのみち半分半分になっちゃうから効率的にも非常に良くないんだ。だからこういうやり方ダメだね、やっぱ。カット。できれば、誰かが用を足す前に、このパイプを外してくれ。で、下にポンプを置いて、で、それで改めて入れた方が多分、安全ってことだ。やってくれっかな。さて、そんなところなんですけども、お、やってるね。いい時間になってまいりましたので、そろそろ終了にしようかと思うんですけども、汚染大丈夫だった。水も出なかったし、じゃあ、次回ここ、もうやっちゃうか。指定だけやっとこうか。配管レイヤーのカット。いいのかな？ OK。で、あ、こうなる。これどうするといいのだ？これって、パイプをつけるか、置き直し？てか、そもそももっと、地中に入れちゃってよかったの？地中ってか、水中に入れてよかったのかな？ポンプ。給水ポンプは、あ、どこでもいいんだ、これ。こんな感じだ。で、まあまあまあいいのか。これ、タイルは置けないよね。置けない。はしごを、どっか1個開けて、はしご、多分水中まで行っちゃっていいってことだ、これ。水だもんね。ただ、体が汚染した状態で入って欲しくないんだけど、それ大丈夫かな。そういうやつがなんか、ジャポーンすると、えれえことになるんだが。っていうのも、まあ、ちょっと次回やるか。よし、今回はここまでにいたしましょう。1個開けて、はしご通して、で、ここにポンプを設置してもらって、って感じだね。まあ、ここに、ね、躊躇なく飛び込むぐらいだから、これいらんやろ。ちょっと失敗したな。まあ、やってくれんじゃない？水中に入ってポンプを設置して、で、パイプをつなげりゃいいんだよね。そういうことか。ということで、今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。